先生。物語を作るときに大事なのは想像、そして想像を駆り立てるリビド。どんな恋がしたい？教えて。お互い尊敬し合えて安心できる。つまらないよ。もっと理性が飛ぶような恋をしないと。先生。そういう顔すると男はほっとかないよ。からかってるんですか？私は先生と、うん、先生と抱きしめたくなるような一冊を。あ、もしかして月城くんお酒ダメだった？先生。はい。先生が私に恋を教えてくれたんですよ。この関係は罰を受けるだろう。そう言うと彼女は強く潤んだ瞳を覗かせ、私と一緒に落ちて。初めてのキスは禁忌を犯す背徳感と恍惚に震えていた。文学少女なめんな。おい、おい、月城くん。